皆様こんにちは。エレクトーン演奏をしてかれこれ26年、ソロでの演奏から他の楽器との共演まで様々なスタイルでエレクトーンの演奏を行っている週末音楽家リサです。さあ、この動画はですね、これまで過去にレジストデータというエレクトーンの演奏に活用するデータの作成方法をまとめたレジストデータ作成チュートリアルという動画をこれまでね、何個かシリーズものとして出してきたんですけれども、リメイク版を皆さんにお届けしていきたいというふうに思います。今回の動画ではですね、次の3つのポイントについてお伝えします。1つ目、レジストデータ作成チュートリアルというこの動画のシリーズが一体何者なのか。2つ目、レジストデータの全体像について、そして最後3つ目、このレジストデータ作成チュートリアルの進め方についてです。またね、動画の最後にはおまけもありますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは内容1つ目、このレジストデータ作成チュートリアルという動画のシリーズについてご紹介をいたします。そもそもレジストデータとは何かと言いますと、これエレクトーンの演奏の時に使ういろいろな設定が詰め込まれたデータのことを言います。例えば音色は何を使って弾くかとか、あとはその時にどんなリズムを鳴らすか、音色を変えるタイミングはいつなのか、などなどですね、これらの設定を全て詰め込んだのがこのレジストデータと呼ばれるものになります。なのでエレクトーンってよく一人オーケストラって言われることが多いんですけれども、それを可能にしているのがまさにこのレジストデータの存在なんですね。さて、このレジストデータなんですけれども、準備をする方法が大きく分けると2つあります。1つはレジストデータ、市販されているものがありまして、それを買うということ、そしてもう一つが自分で作るということです。おそらくエレクトーン演奏されるほとんどの方はその市販のデータを買ったことってあると思うんですね。今はそのレジストデータも1曲ずつ変えてすごくリーズナブルですし、しかもネットで買えると、まあこれ非常に便利なものです。ただですよ、レジストデータを買うだけにしているというのはちょっとね、2つほどデメリットがあります。デメリットの1つ目はその市販されているデータの曲しか演奏ができないということ。もう1つは自分にとって演奏しやすいとか、あとは自分にとって演奏したいと思うデータではない可能性があるということです。もう少し詳しく説明をしていきます。まず1つ目のこのデータが販売されている曲しか弾けない件について、まあこれはね、皆さん想像しやすいと思うんですけれども、このレジストデータっていうのは基本的には楽譜とセットで販売されることが多いです。この楽譜にはこのデータですよっていう形ですね。で、まあ楽譜っていうのは簡単に言うと売れる曲しか楽譜化されないんですよ。だって楽譜を作る手間があって、それを本にする手間もあって、売る手間もあるわけじゃないですか。当然その利益が回収できる見込みのある曲しか楽譜化って基本的にはされないんですね。なので例えば昨今の、まあ、エレクトーンで言うとディズニーとかジブリとか、あとはスカパラとかも人気かな。スカパラ、夜遊び、ヒゲダンとか、まあこの辺ですかね。あと情熱大陸とかね、 T スクエアとかね、すごい人気です。逆に言うと全然こうメジャーじゃないけど、自分がたまたま出会った素敵な曲とか、自分が好きなちょっとこうマイナーなバンドの曲とか、そういったものがレジストデータが市販される可能性ってもうほぼゼロなんですよ。ほぼゼロ。別にこれはエレクトーンのスペックが良くないとかそういう話じゃないんですよ。ただ市販のデータが売られない、だから弾く機会を逃しちゃう。これやっぱすごいもったいないことなんですよね。自分でデータさえ作れればこの問題はもう解決できます。そして2つ目のデメリットですね、自分にとって演奏しやすい、あるいは弾きたいと思うデータではない可能性があるということについてです。市販のレジストデータって基本的に誰が弾いてもちゃんとそれなりの音が鳴るデータになってるんですね。つまりですよ、まあ、逆に言えばすごく癖のある音をここで出したいぜっていう時とか、特徴的な、ね、音、この音何が何でも入れたいとか、そういうことはですね、なかなか市販のデータでは叶えられないことの方が多いですね。あとは市販の楽譜だとあんまりこう一曲一曲が長くならないように、曲の一部をですねカットしてるっていう場合があります。クラシックの交響曲とかだと特に多分そういうことがあるんですけど、そうするとデータ買ったはいいけど、自分のね本当に弾きたかった部分がごっそりなくなってるやないかいみたいなこともあるんです。これも結局じゃあ自分で仮にプラスアルファで弾こうって思って、仮に楽譜は自分で準備ができたとしても、レジストデータを作れないと市販のデータの中にはそのパートが入ってないわけだから、
弾けないと。やっぱこれはすごいもったいないことなんですよね。ということで、このレジストデータ作成チュートリアルという動画のシリーズでは、もうエレクトーンを演奏されるすべての方が、何回でも言います、すべてのエレクトーン弾きの皆様が自分でレジストデータを作れて、より自分らしく演奏ができるようになるということを目的に、データ作成に関する操作の方法であったりとか、中身の作り方とか、あとまあそれに向けた勉強の仕方とか、そういったエッセンスのところをですね、お伝えしていきたいというふうに思っています。この動画シリーズをご覧いただければ、もうどんな方でも、断言します、どんな方でも半年以内にレジストデータが自作できるようになります。もう皆さんぜひ信じてついてきてください。さて、ここからは内容2つ目、レジストデータそのものについて。特にまだレジストデータって作ったことないよっていう方はですね、そもそも何をやったらいいんだろうとか、分からなくてとにかく不安っていう方もね、多いんじゃないかなというふうに思います。あの、不安っていうのは何かが分からない、情報がない状態から生まれる感情になりますので、まずはね、そこを解消しちゃいましょう。ということで、ここからはですね、このレジストデータのまず全体像の把握ということと、レジストデータがね、作れるようになる過程のご紹介をしたいと思います。こちらの図をご覧ください。これはですね、レジストデータの全体像を示してます。まず一番上に書いてあるこのブラックボックスがレジストデータ、これがね、我々がこれから作っていくものになります。じゃあまずそれをですね、分解してみます。そうすると、次にその下にね、位置している黄色い箱、これがシーケンスと呼ばれるものです。よく皆さん、市販の楽譜の演奏を市販のデータでやるときに、演奏し始めにエレクトーンの左側にあるボタンをですね、まあ3つか4つポチ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 って押す作業があると思います。あれのことをですね、シーケンスというふうに言います。まあ厳密に言うと、これを使わないデータっていうのもあるんですけど、まあまあちょっとね、一旦それは例外ケースとして、今のまあ比較的メジャーなスタイルとしては、このシーケンスを1つのデータにつき3つか4つぐらいかな、使うのがメジャーかなというふうに思います。ので一旦ね、シーケンスありのデータを想定していきたいと思います。そして、じゃあそのシーケンスって果たして何なんですかというとですね、さらに2つに分解できます。この緑の箱の部分、レジストレーションとリズムと呼ばれるものです。レジストレーションっていうのは、簡単に言うと、エレクトーンの上鍵盤と下鍵盤の間に番号のボタンがブワーってついてると思うんですよ。あれのことです。でリズムはもう言わずもがない、リズムパターンのねことを言っています。でシーケンスっていうのは、もう非常に簡単に言えば、このレジストレーションとリズムという2つの要素を並べているものです。並べる設定をしたもののことを言っています。そして最後ですね、これレジストレーションとリズムのそれぞれの中身をですね、水色の箱に書いています。まずリズムの中身ですね、これ大きく分けると3つあります。1つがリズム、またはパーカッションとエレクトーンで呼ばれます。いわゆるドラムとか、いわゆるパーカッションの音色、リズムパターンとして鳴らす音の部分のことを言ってます。で次にアカンパニメント、これはですね、下鍵盤を押した時に、自分はベターって弾いてるだけなのに、勝手になんかコードが刻まれてるようなことがあると思います。あの自動演奏のことを言ってます。でベースパターンというのは、ベースもね、これまたベターっと弾いた時に、勝手にベースがですね、動き出していることがあると思います。その自動演奏のことを言ってます。この3つがですね、リズムパターンの中に入っているものになります。そしてレジストレーションの方の中身ですね、これ結構いろんなものがね入ってるんですけど、一番代表的で分かりやすいのが音色、エレクトーンでボイスと呼ばれる部分になります。あとはキーボード、パーカッション、鍵盤でねパーカッションの音を鳴らしたいなって思った時に設定するものです。他にもですね、テンポとかリズムの音量、リズムのリバーブみたいな、リズム関連の設定も一部ですね、レジストレーションに含まれてます。あとはですね、まあ細かいところで言うと、フットスイッチ、右足をね普段乗せているエクスプレッションペダル周りでどのような操作をしますかといったところですとか、 ABC、MOC と呼ばれる、これまた自動演奏の一種です。これらの設定、あとはもう全体的なサスティンとかリバーブとかの細々とした設定、もうこういうものが全部レジストレーションとして一つ一つのねお腹の番号の部分に入っていくということになります。これがねレジストデータと呼ばれる中身の全体像になります。さて、それではここからはですね、この動画の内容3つ目、レジストデータ作成チュートリアルの進め方についてを
ご説明したいと思います。またね、これもさっきの図を使って説明をします。初めてレジストデータをじゃあ自分で作ろうと思った時にですね、なんとなくですけど、まずはこの水色の箱の部分からいじってみる印象を持っている方は多いんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。音色はどれにしようかなとか、あとやっぱレジストデータを作るっていうとリズムを自分で打ち込めなきゃいけないんじゃないかとかね、思う方本当に多いと思います。なんですけど、私個人的にはここから挑戦するのはね、非常に難易度が高いことだというふうに思ってます。なぜなら考えることが非常に多くて、しかもですね、正解という正解がない、底なし沼なんですね。例えば音色をね、じゃあストリングスにしようって思ってストリングスのページを開くじゃないですか。1ページ目だけで1番から14番まで音色あるんですよ。どれにすればいいかすぐに決められる人なんて多分ほとんどいないんですよ。このね、水色の箱の部分というのは、どんなにレジスト作成に手慣れてる人でも常にその曲その曲に合わせてどれが一番いいかなって考えて、一回音を鳴らしてみて挑戦してみて、いやこっちの方がいいかな、さっきの方がいいかなって悩む、もうこれをねエンドレスに繰り返す部分になるんですよ。なのでここからレジストデータの作成を始めてしまうと、もうね、いつまで経っても自分でレジストデータ作成ができるようになったっていうね、実感を多分持つことができません。そこでですよ、私が皆さんに提案するルートはね、こっちです。この一番下の部分、水色の部分からいきなり取り掛かるのではなくて、上から順にできるようになっていく。これがね、最もまあ簡単で、しかも着実にレジストデータの作成スキルを身につけていける道筋だっていうふうに私は考えます。まず最初にやることは、これレベル1、基礎操作取得フェーズと書いているように、シーケンスを作る、つまりレジストレーションとリズムを並べるっていう作業ができるようになり、まあ、あとかつそれをね、データとしてUSB に保存ができるようになることですね。実はこれさえできれば、ある程度のレジストデータね、もう作れるようになったも同然です。なんでかっていうと、今はエレクトーンに内蔵されているレジストレーションメニューというものがあります。これは簡単に言うと、まあ、音色とか音がね綺麗になるような設定、あとそれに見合うリズムを全部もう詰め込んでワンセットにしてくれているものでして、これがね非常に豊富なんですよ。なのでこのレジストレーションメニューを元にシーケンスを組み立てるだけでも、1曲演奏する程度のデータをですね作れるんですね。なのでまず最初にシーケンスを作る作業、レジストデータを保存する作業、この2つが一番最初に取得するべき操作になるかなと思います。そしてですね、次に来るのがレベル2、レベル3と書いている中級操作取得フェーズです。ここでは緑色のね箱の部分、リズムとレジストレーションを自分で作成する、そのための操作を取得します。何がポイントかというと、このレベル1からレベル3までというのは全部操作のやり方がポイントになるので、操作のやり方を自分が知ってるかどうか、それから実際に自分がその操作をできるかどうかで、今自分がどこまでできるようになったかなっていう判断がしやすいですし、それでいて先ほど申し上げたね、底なし沼エリアには足を突っ込まずに済みます。ということで、まずはね、とにかくこの段階まででレジストデータ作成に必要な操作を全部取得してしまいましょうというのが、私が提案するレジストデータ作成のスキル習得に向けたロードマップです。もうね、ここまでできたら基本的には胸張って、私レジストデータを自分で作れますって言えます。もう確実に言えます。そして最後に来るのが、このレベル4上級フェーズと書かれた、これさっき言ってた底なし沼エリアのことです。ここではもう基本的なね操作はみんなできているので、より洗練された美しい音を目指してデータをブラッシュアップしていくという作業になります。でここのフェーズっていうのは、もちろん最後は自分の耳が頼りになって、しかもまあ曲によってね、どういう風にするべきなのか、何をしたらいいのかというのは大きく異なるフェーズになります。まあ、だから終わりなき旅、底なし沼なんですけどね。とはいえ、ある程度はセオリーが確立されてたり、こういう
風な設定が流行りだよねっていうところがあったり、あとまあ私のね過去の経験からも共有できることがあるかなというふうに思ってますので、それをねそのうち動画化していきたいなというふうに思っています。またいい勉強方法、この上級フェーズをより自分ができるようになっていくための勉強方法っていうのもあるので、ご紹介をねしていきたいなというふうに思います。ということで、このレジストデータ作成チュートリアルという動画シリーズでは、このレベル1から順々に解説をしていきたいというふうに思っています。多少前後するかもしれないですけど、今のところレベル1は6月までに終わって、レベル2とレベル3は多分9月までに終わるんですね。つまりですよ、皆さんは今全くレジストデータ作成はわからない、ゼロだっていう状態だとしても、この動画シリーズを見続ければ半年後には誰でもレジストデータを自分で作れるようになってます。何回でも言います、半年で皆さんはレジストデータが自分で作れるようになります。はい、それでは最後にこの動画のまとめです。この動画では3つのポイントについてお話をしました。1つ目、レジストデータ作成チュートリアルというこの動画のシリーズでは、エレクトーンを演奏される全ての方が自分でレジストデータを作れるようになって、より自分らしく演奏ができるようになるということを目的に、データのね作り方について解説をしていきたいと思っておりますということ、そして2つ目がそのレジストデータの全体像について、これはね図を使って解説をしました。そして最後3つ目、このレジストデータ作成チュートリアルの進め方について、まずは主要な操作から取得をしていって、少しずつ洗練をしていきましょうというお話でした。最後に何度でも繰り返しお伝えしますが、この動画のシリーズを見ていただければですね、どんな方でも、今全くレジストデータ作成なんてやったことないよっていう人でも、必ず半年後には自分でレジストデータを作れるようになってます。レジストデータが作れるようになれば、自分が弾きたかったあの曲、自分がもっとあんないい音鳴らしたいのにって思ってたあの過去の曲、みんなですね自分でそれが実現できるようになるんですよ。やってみようかなって少しでもですね勇気が湧いた方は、毎週ねこの動画を投稿していく予定にしていますので、チャンネル登録していただいて、お見逃しのないようにお願いいたします。またですね、この動画の内容、あ意外と分かりやすいじゃんとか、あすごくいいなと思ってくださった方は、ぜひですね高評価ボタン、グッドボタンも押していただけますと幸いです。もしこの動画のシリーズで取り上げてほしいレジストデータ作成に関するトピックとか質問がございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。皆さん本当にね半年でいいんです。まずは半年一緒に頑張っていきましょう。ということで、今回の動画はこれで以上です。次の動画でまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。皆さんここまでご覧いただきありがとうございました。ここからはですね、おまけトークということで、ちょっとだけ本編に絡んでるような、よもやま話みたいなことをですね、お話ししたいかなというふうに思います。早速ですけど、皆さん1回目この動画どうでしたかね。私この動画、レジストデータ作成チュートリアルっていうね名称で、過去にそのもう1回動画を出してるんですよ。動画を5、6本ぐらい出したのかなと思うんですけど、でそちらもですねありがたいことに本当に多くの方に再生していただいて、それからレジストデータ自分で作るの始めてみましたよという声もですね過去にすごくいただいていて、すっごい嬉しいなと思って、でその一方で今までのその自分の教え方とかがちょっとあまり良くなかったなって自省したところもあって、今回ですね、リバイス版として、1年間ぐらいかなかけてこの動画のねシリーズを出していきたいなっていうふうに思った次第です。で特にこの動画のシリーズに個人的に思い出がある理由は、何回か配信とかでも話したことあると思うんですけど、友達でサックスを習い始めた子がいたんですね。でサックスどういう風に習ってんのって聞いたら、 YouTube に動画が載っててると、それこそ楽器の手入れの仕方から基礎練の仕方、こういう曲をまずはできるようにやってみましょうみたいな練習の仕方も何から何まで YouTube に載ってるから、とりあえずそれ見てやってるって言って、とんでもない時代になったなって私はすごいその時思ったんですよ。でそういう目でエレクトーンっていうものを見た時、今ってね多少そういうことやってる人もいると思うんですけど、その当時で言うとエレクトーン関係の動画ってもうほぼ演奏動画しかなかったんですよ。だからあのサックスのやり方みたいに誰にも習わずに独学でエレクトーンに挑戦するっていうことが
できないなって、でしかもそれが時代にきっと合ってないんだなっていうふうに思ってですね、でそこからいろいろどうするのがいいかなって思った時に、まあやっぱりエレクトーンってそうは言ってもですよ、完全に独学で一人で始めようって思う方は多分まだレアな方だと思っていて、一方でエレクトーンっていうもの自体は習ってるけどみんながやれないできないって苦しんでることは何だろうって考えた時に、このレジストデータの作ることだってすごい思ったんですよね。だからないなら作ろうっていう意思で、このレジストデータ作成チュートリアルっていう動画のシリーズを始めたんですよ。で実際それがやっぱりすごく反響とかを見ててもね、ああ良かったんだなっていうふうには思っていて、それをですね、より分かりやすく、よりみんながポジティブに取り組めるようにっていう形にしたいなということで、少なくとも昔の私よりは今の私の方がそれができるんじゃないかと思ってですね、今回はこの動画のシリーズを再スタートしたいというふうに思って始めてみました。本当に分かりやすくやるっていうことを徹底的にやっていきたいというふうに思っていて、実は今回ね、珍しく台本というか、こういうことをちゃんと言わなきゃっていうリストもちゃんと珍しくすごい書いたんですよ。それぐらい多少気合いの入った、で図もね、自分でどうしたらいいかなってすごい迷いながらあれこれ配置して作ってってやったので、分かりやすかったっていう少しでも言ってもらえたらそれがすごい嬉しいことかなっていうふうに思っています。このねおまけトークなんていう、もう最後の最後の部分まで見てくださったコアな、ファンの皆様にですね、ぜひお願いしたいなと思っていることは、もうどんな人でも、エレクトーン習い始めてすぐの人でも、今まで一回データ作成やろうとして挫折してる人でも、必ず自分でレジストデータを作れるようになるっていうところまで引き上げるということをですね、強く決心をしています。で、それが実現できるように、お伝え方とかね、トピックの取り上げた方とか意識して、もういいコンテンツを作るということをですね、皆様に誓います。で、皆様にお願いしたいことはですね、少しでもそういう趣旨に賛同できるなとか、実際に見てみて、おお、なかなかいい説明してるじゃんっていうふうに思っていただけた方はですね、本編でねお伝えしたように、チャンネル登録とか高評価をぜひしてくださいということもそうなんですけど、SNS だったりオフラインの、エレクトーンのね知り合いの方、エレクトーンを惹かれる知り合いの方とかにも、ぜひこの動画参考になるよって言って、宣伝というか普及していただけたらなというふうに思っています。やってみたいと思っても手が出てない人って本当にいると思うので、このレジストデータを自作するっていうことに関してはね、私はやってみたいっていう気持ちが少しでもある人のことは全力で応援したいというふうに思っているので、そういう方をね見かけたら、まずはこれ見てみって言って動画をピッて投げてもらえると、私はねすごく嬉しいなというふうに思っておりますので、ぜひそういった形でのご協力もしていただけますと私は本当に嬉しいです。ちょっとね長くなってしまったんですけれども、初回のおまけトークはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。